確認というところのその事実っていうのが読み込んでの的な確認としては私把握しておりません的ではないですはいありがとうございますでその後ので 岸が平山さんの前のことだって言い張るかもしれないからゆめたんさんがね平山さんの過去だから昨日を一応何年後か働いてるか分かんないけど平山さん以外か分かんないけどねスタバができてからか分かんないけど保安官に聞いたのね原田さんに聞けないから原田さんが働いてる時もね警備員さん保安官さんにねねそういった苦情の人間トラブルがいてそれが私畑野がおるけんちょっとねっていう風な相談の乗らったことがあるかって言ったらね一切ないっていう返事を昨日もらって電話させてもらったのねそれはご存知ですかね一応ねただそれは警備員さんの保安官さんには言ってもらったけどねはいもう一回言いますけど私事実確認しつこいよはっきりでめちゃくちゃされたらあの要するにめちゃくちゃされたらからねだから、はい一応それは第三者の保安官さんでスタバのね平山さん以外のそれまで夢タウンに通ってたので私ね200回ぐらい通ってて平山さんが行ってから通わなくなったから通ってた時期の話だろうっていうのは当然のね事実確認場所なのね、うん、でそれでそのことをね警察を呼んだぐらいですからスタバさんがねいろいろなんていうかな誠実に私とね話し合いするか誠実に事実限りの協力するかしてもらわんとねうやむやにとかしてもらったらね社会的信用を落とすようなことの私がね話し合いもされた側なんであのいい話、うん、はいあの岸の方からそれではあの今お電話いただいたのにお伝えして、うん、お連絡をさせていただいてもよろしいでしょうかそうですねそれでも何もしてもらったらありがたいです要するに私が知りたいのが、はい、さっき言った保安官熱はね第三者になるけどその証言もしてもらった平山さんもありがとうございます昨日ねでも、はいうん、できれば本当のね本当の店長その時私が通ってた100回ぐらい行ってた本当のその時の店長の話聞いた方が確実の事実確認がまずできるのでねあじゃあその原田香蓮さんの事実の確認を知りたいっていうことが今、はい、そうですね今の内容ということで、まあ、はっきり言って岸という人間とはまあちょっとネタよりしゃべったけど当たり前のようにあの岸以外が対応してくれた方が私は精神的にはありがたいので私が直接千代に頼んでもいいけど他の店舗の方には悪いけどエリアマネージャーとかに直接つないでもらうんやったらねエリアマネージャーの番号もしくはもう1店舗私はね行ったことがあるのでもう1店舗に電話したらなぜか知らないけどドコモで電源が入ってませんってなるのであなるほどそれが博多のね、はい、博多のティーバーナっていう店があって、はい、私が博多に行ってライブをしてるんだよって言ったら原田さんが来ますって言ったからあるですねなんか連絡先を流したみたいな感じがあるからそれで博多のとこで通っててティバーナに通っててそこでも勘違いされてないかっていう事実確認をしたいけどティバーナさんに繋がらないのね昨日今日電話でちょっとそういったところに関しては私も、うん、あの対応がしかねますので一旦お電話いただいた内容は岸の方にお伝えをさせていただいて、うん、岸の方から改めて博多様にご連絡差し上げる旨をお伝えいたしますのでありがとうございます一応ね、はい、もうお門が違うけん本当心苦しいけどその2つね過去の夢タウンと過去の夢タウンともう一つのねティーバーナ博多店ぐらいは通ってたとそれで私がね夢タウンですとかって言ったから夢タウン以外で他のじゃあ夢タウンは出入り禁止じゃなかったけど他の店は出入り禁止だってね勘違いとかね捏造で言い張るかもしれないからね私が直接確認しに行くね通ったことがある人だろうね昨日みたいに行きたいと思うのでその番号は繋がらないの方にお伝えをさせていただいてちょっとお時間いただく内容になるかもしれませんのでそのお答えできる期間などについてはその記事の方から改めて内容と合わせてご連絡いただきますので、まあ、金土日、はい、土日なので申し訳ないですけど私はっきり言ってね警察呼んだ時にすぐ事実確認してねって言ったらはいって言ったのにね2日経ってるのに平山さんご存じなかったよねだからね福岡のエリアマネージャーとか記事が全く事実確認に動いてないという不誠実な対応を取られてたよね丸2日間連絡なかったんでしょ平山さんにね連絡と言いますかこちらの店舗で起きてることではなかったので私は状況がちょっと把握できてなかったんですけどだからですね私が事実か、ね、こんな警察を分かります話し合いも応じずね一方的にちょっと
岸の店長にね、ちょっと質問いいですかって言った瞬間に警察を呼ばれた。その理由がすでにお前は出入り禁止になっている人物って聞いてるからだって言って、確実な証拠も証明もできないのにね、噂話レベルで聞いてから警察を呼ばれて二度と来んなって言われたからね、それが人権侵害どころか社会的信用で損害賠償に当たることを法律わかるとか、法律よりも上の憲法にね、人権侵害の基本的人権ってあってね、法律よりも守らなければいけない憲法がある。それで警察にお願いしたからね、二度と来るなって警察が言ってるから来るなって警察に言われなかったかって言うけどね、警察がね人権を奪うようなことのね、法律よりも憲法があって、憲法の方がキングオブルールでして、学校の先生が髪の毛を自由に切ったらいけないみたいに人権侵害ってあって、警察は人権侵害を犯すことができなくてね、警察よりも国民の方が偉いんだよ、全くね意味がわからんことを言ってきてるんですよ、国のルールのようだって。はい、岸の方に今からご連絡をしますので、ちょっとお時間いただくと思いますが、もう一度、だからそのごめんなさい、長いけど、確認で2日間また連絡ね、すぐだから事実確認をね、はい、すぐしてね、要するに人生って時間やけん、すぐね事実確認してねって言ったら分かったって言ったのに、2日間私はね、はい、あの夢タウンの、はい、分かりました、夢タウンですでに言い張ったわけね、出入り禁止だろってね決めつけたから、すぐ確認しろって言ったら、うんって言ったのに2日間連絡なかったのも事実ですね、不誠実やけんね。そちらもお伝えいたします。でもだから今平山さんは連絡なかったってもう一度聞きたいの。平山さんは、平山状況は昨日もお伝えした通り聞いてなかったって言いましたかね。はい、お伺いしてなかったので、はい、すいません、なかなかとすみません、はい、ありがとうございます。説明して岸の方にご連絡いたしますので、ちょっと寝起きで説明が下手かったらすいませんね、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、どうもありがとうございます、はい、失礼します。